おはようございます。秋のゲームこそラスクラ実況です。はい、というわけで昨日で追加されました水着アリスの課金装備の評価とおすすめ装備の話をしていこうと思います。でもう結論出てますけども、今回の課金装備どっちもいいです。で、本当どっちもいいんでどっちも欲しいんだけれども、まあね、お金のかかる話なんでね、どっち優先ですかって聞かれたら、もうそれは確実にアクセサリーを優先してください。で、その根拠について話をしていきますので、よかったら最後までお付き合いください。では参りましょう。で、まずそれぞれですね、性能を見ていきましょう。まず剣がですね、エーテルブレイド S、 属性保養雷、ストレングスプラス181、ディフェンスプラス21、マインドプラス10で、特性が雷属性攻撃のダメージがプラス 15%、 さらに雷属性の攻撃のダメージ上限アッププラス2000、そしてオートブレイブの効果を持っています。ダメージプラス 15% って性能なかなか大きいですよね。で、かつそれを生かすために上限アップも2000ついていくという仕様になっています。で、アクセサリーがタイプ S モデル B という名前で、ストレングスプラス25、MP プラス50、ディフェンスプラス25、特性が氷属性攻撃のダメージプラス 10%、 超必殺技がクリティカルするようになる、そしてオートスピードの効果があります。そして状態状態性に麻痺の耐性がついています。で、こちらは氷属性の、ね、ダメージをアップする性能となっています。で、アクセサリーを優先すべき理由っていうのはね、それはアクセサリーだからです。前の大佐の時も言いましたけどね、アクセサリーってね、すごい使いよいんですよ。武器防具枠を開けといてくれるっていうことで選択肢が増えますよね。で、しかもね、性能がめっちゃ優秀です。超一冊クリティカルとオートスピードって今習得できないんですよね。で、水着アリスは個性1で移動速度上昇を持っている上に、自前習得スキルでイダテも覚えてくれるんですよね。だからもともともう足は速いんだけれども、これをつけることによってさらに足が速くなります。で、嬉しいのがね、麻痺耐性がついてるんですよ。水着アリスは初期状態で状態状態性は麻痺が耐がついているので、これで無効化することができるんですね。っていう意味ではなかなか痒いところに手が届く仕様になっています。で、剣の性能もね、とても優秀なんですよ。だけどね、ダメ突がね、雷のみなんですよ。特技1特技には雷属性だけども、特技3は氷属性なんですよね。で、その氷属性攻撃である特技3の方がね、火力としては高いんだけども、それにダメ突が乗らないっていうのがちょっと残念かなと。で、さらに言うとですね、水着アリスの適正武器はね、他にもたくさんあります。なのでやっぱり優先すべきはアクセサリーかなと思います。で、その他おすすめ装備について、装備可能種はですね、機械、剣、槍、爪と4種類あるんですけれども、結局個性1のですね、機能を発動するためには剣か機械のね、装備が必要がありますので、そちらを推奨しています。まず剣の第1はやっぱりエレメンタルソウルですね。ゼルオーグのね、討伐報酬ですけども、物理攻撃と超必殺のダメージプラス 15%、 さらに敵の属性耐性で超必殺のダメージが軽減される場合、耐性値を無視してダメージを与えるということで、こちらですね、通常アリスの方でもよく使われた装備ですけども、やはり水着アリスも属性付きのですね、超必殺を使いますので、エレメンタルソードはかなり適性で高いと思います。で、まあ、剣といえばですね、いつも出てくるんですけどね、スカーレットブレード、ダメトスプラス1500という性能あるんですけども、水着アリスもね、かなり火力の高いキャラですんで、その火力を最大限生かすためにも、やはりダメトスの幅を広げてくれるスカブレもかなり適性があると思います。そして霊王剣ゼスティナ、こちら SS レアークの総評の守護騎士の 100% 報酬ですけども、これかなり僕は適性あると思ってます。属性保養が氷で、ストレングスがプラス192、ディフェンスプラス30、マインドプラス30、そして特性が敵を倒した時 SCT を3秒回復してくれるというものなんですけども、要はこれ栄光のポーズを組み合わすと8秒回復してくれます。8秒回復してくれるということは、特技1がもう打てます。特技値の SCT は通常時で9秒なんですけれども、相当モード起動してるときはね、8秒になるんですよ。で、水着アリスは自前で栄光のポーズを覚えてくれますんで、ゼスティナを装備しているだけで敵を倒すだけで特技値が溜まっていきます。なのでかなり有効です。そして最後にね、今回のイベント報酬もらえるツインブレードも入れてきました。属性保養雷、 HP プラス200、ストレングスプラス149、通常攻撃時雷属性の追加ダメージなんですけども、これね、特筆すべきはですね、 HP プラス200です。というのも、水着アリスってね、個性2で HP のが 50% 以上の時と 50% 未満の時で性能が変わります。 50% 以上の時は SCT 回復速度も上がる上に、ストレングスがプラス 50% なので、なので最大 HP を、ね、上げておくっていうのはかなり有効なんですよ。そういった意味では結構ツインブレードいいところついてきてるなと思います。そして機械の第1はね、やっぱねトリシュラですよね。まあ、属性耐性無視でね、攻撃できるので今のところ唯一の武器ですんでね、トリシュラもね、かなり適性が高いです。それと気流砲ベルディス、こちらがですね、 SS レアクキリュウビルディオスのね、 100% 報酬なんですけども、属性保養が雷、ストレングスプラス169、インテリジェンスプラス95で、物理攻撃超必殺に確率で雷属性の追加ダメージを乗っけてくれるんですよ。これようやく日の目を見るかなっていうぐらいで、ね、かなり適性が高い武器なんで、これも水着アリスとは適性高いかなと思います。そして電磁砲ブライネス、こちらウルトラレアクの空中要塞ソラリスのね、 100% 報酬ですけれども、属性保養が雷、ストレングスプラス210、インテリジェンスプラス165、
雷属性攻撃のダメージプラス 10%、 超必殺のダメージプラス 10% ということで、かなりこれも適性高いですよね。そしてオーバーチュア、これがですねデビルメイクライコラボの限定アークの 100% 報酬なんですけども、属性保有が雷、ストレングスプラス187、ディフェンスプラス15で、雷属性物理攻撃のダメージプラス 20% なんですよ。先ほどの新章武器がプラス 15% なんで、それ以上なんですね。でまあ、コラボ限定のアークなんでね、今手に入らないんですけども、持ってる方はねぜひぜひこれね水着アリスに装備させてあげるのね、だいぶ適性高いかなと思います。で最後に今回のイベント報酬でもらえる機械装備も紹介しておきます。マリンブラスター、属性保有が氷、ストレングスプラス145、ディフェンスプラス8、マインドプラス17で、氷属性物理攻撃のダメージプラス 8% ということなんで、まあ入手難度の、ね、低いもので適性高いものとしましてはこれがあるかなと思います。はい、という感じですね。昨日追加されました水着アリスの新章武器の評価とおすすめ装備について話をしてみたんですけれども、何かしら参考になりましたら高評価よろしくお願いします。で今回はね、ほんとねどっちもいいんですよ。ほんとどっちもよくですね、どっちも欲しいなと思うぐらいだし、あのアクセサリーについてはですけども、僕は昨日ねさらっとね引けてしまったんで新章あまり持ってないんだけども、追加で少し回してね手に入れようかなと思うぐらいいい性能だと思います。で武器に関してはね、先ほど紹介した通りね、かなりねやっぱ選択肢多いんで、そういった意味では、まあ、やっぱり剣よりもアクセサリー優先した方がいいかなと思いますんで、まあ、最初はね皆さんねご自身でされると思うんですけれども、まあ、その材料になりましたら幸いです。で今日はですね、あの育成テンプレの方の動画も、撮って出す予定ですので、まあ、夕方か夜にはね公開できると思いますので、よかったらそちらも見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。